かに僕らはそのカスタムカーを作っていかに世界発信をして、その世界発信をしたものを日本人以外の外国人の人たちにどうこう感動を与えるかっていう、まあ昔は日本だけで自分の自己満足でやってきたものが強いんですけど、日本のやっぱりスタンスとか、まあ、スタンスって言ったらまあアメリカの英語で言う形になっちゃうけど、当時の昭和からしてみれば改造車なわけですよ、シャコタンなわけですよ。それを僕らはどこまで行っても原点なんで、日本人がそれを世界にどう見せるか、それが僕らの狙いなわけです。それをオートサロンでアンベールした時に外国人もいっぱいおるわけですよ。その外国人含めた人たちがやっぱり日本の改造イコールリバティオークじゃなくて、日本の改造車ってすごいなっていうのをこう負けず嫌いなんで外国の人たちに見せたい。まあそのシルエットワークスっていうのを、まあ、今回で3作目になるんですけど、まあ、今までのワークスフェンダーっていうのを、まあ、次のステップに行くのにこういうビスがなく、全部交換でつけれるような全体の流れを意識したフェンダーに、まあ、作り変えて、まあ、なおかつその走りをイメージしたものっていうのをしっかりと、まあ、今回はあの見た目だけじゃなくて性能もしっかり考えたものを出したいなっていう思いで